ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がアルファロメオステルビオクワドリフォリオをご紹介させていただきます。もう言えないです何回今何回テイクいくつテイク3テイク3です、はいはい、今回ちょっと前回の 4C に続いてやってきました、ね、アルファロメオ、はい、これはちょっともう僕全然今回予備知識なかったんで、はい、少しだけ勉強しましょう。じゃあもう今日はツッチ主導でいきましょう、まあ、できるだけ、はい、頑張ってで毎回ちょっとお前勉強しなさすぎって言われるんですけど、うん、毎回こう撮影直前にこう、はい、車を知るっていう、はいはいはい、もうリアクション芸に徹してるんで、うん、はい、その辺ご了承ください。まあ、でもいいんじゃない、そういう視点から、まあ、プロの人っていくらでもそういうのね、まあ、そうですね、動画もありますから、はい、よりちょっとその素人にプラスアルファぐらいの人の意見っていうことでちょっとポジティブに捉えたいと思います、はい、今回はちょっとだけ勉強してきたんで。あ、そうですか、はい、じゃあがっつりがっつりはい、お手柔らかにお願いします。はいはいはい、で今回ご紹介させていただくこのステルビオ、はい、なんかあのジュリアのちょっとこう、はい、SUV 版というか、そうですね、いろんなところがこう共通というか、はい、まあ、デザインだったりだとか、はい、コンポーネントだったりだとか、そうです、ね、共通化されている感じですよね。まあ、アルファロメオの、まあ、初の SUV ということでデビューした車になりますね。で今回ご紹介させていただくこのクアドリフォリオっていうのが一番上のトップグレードということで、はい、まあ、いろんなところが特別な部品がついてたりとか、はいはい、でなんとびっくりとてつもないこうパワーの車なんですよ、ね、です、はい、だからまあベンツとか BM とか言ったら M とか AMG とかそういうクラスですよね。なんでちょっとその辺を詳しく、あとは結構アルファロメオすごく詳しいっていう方、ええ、正直ちょっとそんなに多くはないと思うんですよ。ああ、まあそうですね、はい、やっぱりドイツ御三家に比べると、はいはいはい、やっぱりこう認知度だったりはこう、はいはい、一歩ちょっと皆さんと一緒に見ていく流れで、そうですね、なんでいろんな装備とか、はい、まあ、その辺も、まあ、購入の参考になればいいかなと。そうですね、はい、今回ご紹介したい。見たことない人いっぱいいますよね。そうですよね、はい、まあ、台数的にもそんなに、いや、もう全然少ないです。そうですよね、全然少ないです、はい、なんで、まあ、結構え、そうなってるのっていうの多いと思うんで、はい、僕もいろいろ調べてそういうのもあったんで、はいはい、ちょっとその辺を今回やっていきたいと思います。はい、そして今回まず外観からいきましょうか、はい、外観はもうアルファロメオこの伝統のこれ縦なんですよね、なんか縦、はい、この縦でしょ、シールド、シールドの方の縦をなんかモチーフにしてるっていう、はい、まあ、共通のデザインで、まあ、ヘッドライトなんかもジュリアとこう似た感じの衣装になって、それがギュッとこうね、そうですね、なったような感じですよね。でバンパーなんかも専用のバンパーになってるんですよね。なってます、はい、ブレードが一応スプリントとスポーツと、はい、あって、まあ、その辺とちょっと違うちょっとエッジの効いたバンパーになってると、まあ、比較してもらえばかなりおっていう感じの、はいはい、まあ、でも元々の台数があんまり少ないんで、はい、これは普通に見えちゃいますけど、はいはい、ベースグレードを知ってれば結構エッジの効いたデザインになってると、はい、でこれボディカラーも専用なんですよね。いや違う、オプションのボディカラーです。あ、オプションなんですよね。オプションボディカラー。でもこれもクワドリフォリオしかないカラーなんですよね。ベースグレードにはない。あ、そう。コンペティオーネレッド。コンペティオーネレッド。はい、オプションカラーになりますね。じゃあ 4C とかもね、ついてあの色ありますけど、オプションのカラーになります。なんで、まあ、見る人が見ればこのボディカラーだけで、はい、あ、クワドリフォリオって横から見てもすぐ分かるっていう、はい。そしてボンネットなんかもちょっとえらい造形してますよねこれ、はい。アルミのボンネットですねこれ。なんか車外みたいじゃないですか、なんか。そうですね、純正でこれをやっちゃうのかっていう、はい、なんかこうフェラーリとかスーパーカーだったらまあ分かりますけど、うん、まあ、SUV でこのボンネットを採用してくるっていう、うん、でちょっとプレスラインもちょっと独特ですよね。独特ですね、はい、こういう感じの、だ本当に他のなんていうんですか、ドイツ車とか国産車のなんかが当てはまらなくないですか、うん、僕だアルファロメオって、まあ、まあ後でなんか飲みながら話してできればと思いますけど、好き放題やってる気がしますよ。メーカーがやりたいことをやりたいことだ、いい意味で、はい、確かにそれは言えるかもしれない。だから みんなに売れようとはしてないと思うんですよね、うん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 、だからもう本当に好きなところを突き詰めてるメーカーだと思うんで、ちょっと、まあ、デザインとってもちょっとこう万人受けを狙った感じではないですね。やりたいことをやってるっていう感じは確かにします、ね、はい、そうですね、だからもうこういうところにもやっぱり現れてるなと思いますね。なるほど、でちょっと通り過ぎちゃいますけど、はい、まずそのボディサイズに関しては Q3 とか X3、Q5 か Q5 とか X3、はい、あとは GLC とかマカン、ね、はい、あの辺のミドルサイズの SUV とほぼ一緒なんですよね。同じですね、はい、ただ幅が結構あって1950ぐらいあります、はい、なんでちょっとその辺がこう、でも幅もみんな1900くらいちょっと今あるんだ。あ、でもカイエンとかの同じくらい幅はね同じになりますからね。 X3 なんかだと結構幅狭かったりするんです、うん、そうですね、
なんで、まあ、ミドルサイズの SUV の中でもちょっと幅があって、はいはい、こう何ですか、他の枠にとらわれてないというか、うん、はい、その辺でも3つ取れるかなって感じしますね。そして横行きましょうか。横は専用のホイールが装着されてて、はい、まあ、専用のホイールになってますけど、こうデザインのベースとなっているところはこうアルファロメオの伝統的な、はい、そうですね、なんていうかこのちょっと特徴的なスポークですよね。そうですね、曲がってるなんていうかこの円というか丸がなんかこうデザインがね、ついてる、もう見てすぐ分かるような感じのデザインですね。そうですよね。これもスタンダードなものよりかもちょっとこう細くなってて、うん、レーシーなものになってると。でブレーキも専用のものになってると、うん、でもスタンダードのやつも結構大きいブレーキついてますね。ついてますね。ついてますよね。いや、スタンダードって、まあ、見たことないよね。僕も見たことない、はい、もう新車とスタンダードってもうかなり値段違いますからね。500万ぐらいのスタンダードで、まあ、1000万オーバー、1200万ですから、ね、はい、1200万ちょっとですかね。で馬力 もうスタンダードの、いやもう暗いものにならない、 1.5 倍ぐらいになっちゃうんで、はい、まあ、ちょっと比較対象として正しくないかもしれないですね。別の車って、比較対象ってよりも逆にもこの車を見ていただくといいんじゃないですか。あ、そうですね、もう別の車として、はい、別の車として、はい、こういう車として見ていただいた方がいいかなと、はい、そして横、特徴的なこれですよね、四つ葉のクローバー、はいはい、これがクアドロフェリオ、クワドリフォリオです。これがクワドリフォリオですね。これがクワドリフォリオの、はい、なんかこれ伝統のレースの、そうですね、レースの幸運の四つ葉のクローバー、はい、まあ、ずっと伝統的にこうレースの車に採用されてきたものが、はい、まあ、今これがついている車は特別仕様の車、まあ、要は AMG ですよね。そうですね、はい、AMG です、はい、M のバッジと一緒ですよ、はい、そんなのがついてる、はい、そして横に行くとプレスラインがまたちょっとなんかマセの何でしたっけ、レバンテに似てます、ね、そう、レバンテにちょっと似てるなと思ったんですね、はい、この上がり方というか、はいはい、だからここの C ピラーというか最後のここだけ見ちゃうとぽいですよね、レバンテっぽいですよね。この辺のちょっとかなり傾斜してる、はい、レバンテの小さい版みたいな感じの、なんか同じイタリアなんでちょっとセンスが同じところがあるんですかね、うんうんうん、あるかもしれないですね。そんなの感じますよ、はい、そして後ろタイヤがまた、まあ、当然太くなってるんですけど、はい、クアドリフォリオだけちょっとリアが太い、はいはい、の装着されるんですね、はい、285の40で通常のモデルだと4本通しなんですけど、クアドリフォリオだけリアが太い、こうマカンみたいなポルシェみたいなセッティングの、そうですね、はい、になってると。でこの外観なんで当然、まあ、4駆なんですけれども、実は通常 FR で、まあ、必要に応じて50対50になる、うん、まあ、基本 FR みたいな車なんですよ。昔でいう BM の X5 とかそっちの系ですね。そうです、はい、なんで、まあ、ちょっとこの四駆の常識が当てはまらない、その辺でも、はい、走りを重視した四駆みたいな感じですね。みたいです。なんでこの辺もかなり特徴的な感じになっております。そしてフェンダーがリアすごく出てますね。これオーバーフェンダーのようにどんくらい出てます？3センチぐらい出てますよ。かなりこの辺でもちょっとただものじゃないなっていう感じが見て取れます、うん。でちょっと他の欧州車には珍しい左側の給油口で、はい、この辺はでも使い方とか開け方とかはなんか一緒の感じなんですね。はい、じゃあ続いてリアを見てみたいと思います、はい、リアデザインまたちょっと特徴的ですね。なんかそうですか。この辺もなんかジュリアに似てません？テールランプの形状なんか、はいはいはい、で意外や意外結構平らっていう、うん、なんかもうちょっとこう立体感、でもやっぱここら辺見てもさっきもあったようにちょっとレバンテっぽくないですか？リアのガラスはっぽいですよね。この辺のデザインとかもちょっと同じものを感じます、うんうん、で意外や意外こうバンパーとかもなんかあんまり凹凸がなく、うん、はい、ちょっとこうベタっとした感じというかフラットな感じで、でナンバーはちょっと特徴的な感じなんですね。もうこれもう完全に日本史を考えてないじゃないですか。考えてないですか？だって俺ナンバーがバンパーに被っちゃってるんですよ、うん、でちょっと苦肉の策でこうナンバーを傾斜させてバンパーに当たらないようにしてるっていう、うん、全く考えてないですよね、うん、いいじゃないですか。逆に割り切ってても もうね、はい、でも何でもねとんがってるんですよアルファって。そうですよね、はいはい、だフェラーリもそうじゃないですか、はい、もう横長のナンバーつける前提じゃないですか、はいはいはい、いいんですこれ、これでこんな風になってると。そしてトランク開けてみましょうか、はい、まあ、必要な装備は大体ついてる感じですよね。そうですね、この辺のパワーテルゲートとか、はいはい、で今回こちらの車足で開けるやつはついてないってことで、なんか年式によってついてるついてない。そうですね、あの最新のはついてると思うんですけど、そこら辺はついてないですね、はい、ここ最近つくようになった感じですよね。多分そうだと思います。これは19年なんで、はい、多分その次の年から。そうですね、はい、ちょっと変わってる部分ありますね、はい、そして気になるトランクの方が意外や意外容量は
かなり広めということで、ちょっとゴルフバッグなんかも積んでみたいと思います。微妙でしょ、はい、微妙な感じ、はい、コメントに困りそうな感じ、うん、広くもなく、そうですね。あとはちょっとこのリアのゲートガラスが寝てるのがちょっと高さが稼げないかなっていう気がします。一応中からね、ここで、はい、まあ、例のごとくシートは倒せるので、でこのステルビアをリアシートが結構低く作ってあるんですよね、はい、なんでこれが結構フラットに近いぐらい倒れるんで、まあ、その辺の工夫で、うん、まあでもボディサイズ考えたら、まあ、こんなものではないかな、まあミドルサイズですかね、はい、思います。そんなに特別広くはないですけれども、使い勝手的に困ることはないんじゃないでしょうか。そして他の収納的にはこの下に、まあ、収納っていう収納でもないですけど、少しスペースがあって、うん、はい、パンク修理キットだったりだとか、あとは今回の場合ナビが後付けされているということで、はい、ナビの本体なんかがついてます。であとは今回ハーマンカードンのサブウーファーがついてるっていう、こっちがこんな感じになっております。そして閉めるのも当然電動で閉まりますと。ちょっと遅いよね。そうですね。あ、閉まんないんですか。嘘でしょ。いや、それはないと思いますよ。ちゃんとぶつかったら止まると思いますよ。いやいや、今の衝撃で閉まらないのって結構。閉まりますよ。閉まりますよ。止まります。止まります、ね、はい。大丈夫です。大丈夫です。はい、まあ、でもそういうところも重要ですよね。重要ですよ。はい、あ、閉まる。あ、閉まるじゃない。止まります。止まります、ね。安全ですね。こんな感じで。大事ですから。前回 C63 カブリオレをご紹介させていただいたときに、うん、あまりのこのトランクの勢いにコメント来てましたよ。あ、そうです、はい、トランクの開き方、開き方、ね、はい、今回の車はちょっとゆっくりめに、はいはい、こんな感じのトランクになってます、はいはい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、気になる装備としてはこの辺は当然のように、はい、全部ついてますよね。この閉めるやつですね。この音はアルファと同じ、アルファじゃない、マセラティと同じ音ですね。あ、確かにそうですね、はい、ちょっとドイツと違う、はい、はい、そんな感じ で内装に関してはちょっと渋めの、でもこれもあれですよね、クアドリフォリオ専用の内装に、そうですね、あれですよね、はい、このカーボンのパネルも通常だとヘアラインのアルミ調の仕上げだったりするものが全部カーボンのものになっている。で内装もレザーを多用したちょっと高級感のある内装になってます、はい、ね、ちょっともし、あのスピーカーもちょっとさ、お気に入りに入れてもらってもね。あ、そうですね、まあ、それはツイターなんで、あ、まあ、上がね、ただミッドというかスコーカーも多分サイズ的には多分そんなに大きくないんじゃないかなっていう気はします。まあ、あくまでそれネットなんで中身がどうなってるかちょっと分かんないですけど、そんなに多分大きくないんじゃないかなっていう気はしますね。あと内装に関しては僕ちょっと正直言っていいですか、もうちょっと冒険してほしかったです。冒険、はい、冒険というとなんかこういい意味で普通じゃないですか、ね、あ、もうちょっとなんかこうワクワクさせるような内装、はいはいはい、演出は地味ですよね。そうですね、うん、もっとなんかこう、おー、そうきたかっていう、うん、ただステアリング見てください、この僕はエンジンのかけ方がまず分からなかったっていうあ、ステアリングにこのスタートボタンがある、ね、はい、やる気のボタンが、そうですね、うん、他ないっすよね、こんな車フェラーリぐらいですよね、うん、だ普通初見で乗ったらまずエンジンのかけ方が分からなくて、うん、探しますよね、うん、そういう演出はなんかさすがだなっていう気がしてま す、ね、だからやっぱり走ることに特化してるんじゃないですか。あ、うん、だからパドルのデカさなんてもね、まあそうですね、うん、だちょっとそういうところは垣間見えるんですけど、うん、もっとなんかこう冒険してほしかなかったなっていう気がします。走りを楽しめようってことじゃないですか、あ、やっぱり。でシートなんかもこのアルファのこのエンボスがされてたりとか、うん、ちょっとスポーティーではあるんですけれども、まあ、車が SUV っていうのもありますかね、うん、なんかちょっともうちょっと頑張ってほしかったなっていう気がします。ステッチ入れたりね。そうですね、ステッチに色入れたりしてもいいかもしれないですね、はい、じゃあただ本当にちょっと試乗でいろいろ乗ってみたいと思いますけど、うん、車の中身がすごいですよね、この車。中身ですね、中身勝負じゃないですか、これですよね、やっぱり、うん、ちょっとその辺気になるところ乗っていただいて、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。シートに関してはまあ、スタンダードな調整プラスアルファっていう感じです。でレザーの質に関してはかなり硬いっすよね、
硬いですね、はい、レザーもそうだし中のクッションも硬いです。本当になんか社外のフルバケかっていうぐらい、うん、セミバケかっていうぐらい結構硬いです。このサイドサポートもものすごく硬いです。ホールド性はめちゃいいです、うん、そして調整の幅的にはまあ、一般的な車と変わらず、うんはい、かなり幅があるんで、まあ、この辺は問題なく使えるんじゃないでしょうか。上のボタンありますよね、2つ、はい、そこはああここの調整です。で割とだから本当にホールドをもうちょっと高めたいっていう時は細かく調整できる感じです、うん、そしてシートでもちょっと高いですね。座高がってことですか。座高というかそうですね、ポジションがちょっと高い気がします。もうちょっとなんか BM とかメルセデスに比べるとちょっと座面が高い気はします、うん、そして運転席からの視界はこんな感じです。まあステアリングちょっとステッチだったりこの辺がちょっと特徴的ですけど、サイズ的にはそんなに大きすぎず小さすぎずっていう感じじゃないでしょうか。そしてこれがちょっといい感じですね、うんはい、SUV でここにスタートボタンをつけるのかっていうそんなボタンがついております。でメーターはこっちがタコでこちらスピード330キロまで振ってあると。なんとびっくりこの車510馬力なんですよね。510馬力、はい、そうですね、はい、本当にあの GLC63 とか、はい、X3M とあの辺と真っ向勝負できる、はい、そうですね、はい、とてつもないスペックなのがこの辺からもちょっと見て取れると。でここにも四つ葉のクローバーがしっかり、はい、入ってるとこんな感じです。でメーターフードちょっとこの特徴的ですよね。ここがモコモコって普通別体とかこう繋がってるじゃないですか。それがちょっと違う感じがこんな感じで。そしてちょっとここは触れずにはいられません。どこですか。ここです。あナビゲーション、はいはい、ここがちょっと一番の鬼門なんですよね。あの純正があまりちょっと良くないってことでしょう。そうです。そうですね、はいはい、それはまあ、よくというか言われますね、はい、そしてこの後付けので、はい、これ動かしたりはできないわけですね。できないです、できないです。固定してますね。だからもう純正は完全に、はい、まあ、殺してるというか見えなくなっちゃってる。でも純正で正直 見なきゃいけないところって多分ないと思うんですよね。あだからこうしてるんですか、ね、うん、ですね。でそこが見えないことによって不具合があることっていうのは、はい、私が調べた中では多分ないです。だ必要なものに関してはこっちのメーターの方で表示できるんで、はい、もうこっちは割り切って全部表示しない、はい、まあ、見えなくして車外ナビゲーションにしてると、はいはい、快適にナビゲーションと、まあ、テレビ見たりとか音楽やったりとかって感じ。ちょっとオンにしてみましょうか。こんな感じでパナソニックのナビゲーションがついております。そしてその裏では純正がひっそりと動いてると。これでもあれじゃない、純正でまあ、丸々パナソニックのナビゲーションに、うん、はい、まあ、切り替えてあるというか、うん、上につけてあるんで、まあ、一般的なナビゲーションの使い方で全部使える。使えますね、快適に使っていただく、はい、エンターテインメント系も、はい、まあ、音楽からテレビまで一通りそのまま使えると。もともとナビがついてないんですよね。そうです。なんか携帯つないで使ってくださいっていう前提なんで、はい、結構その辺がちょっと、うん、これだけ、はい、使えます、まあ、エンターテインメント系全部使えると、はいはい。でナビもこんな感じで、はい、申し分ないんじゃないでしょうか。でこの辺もボリュームは、あ、そうか、外部入力で入れてあるから、はいはい、そのまま使えるわけですね。でここが使えないわけですよね。そうです、そこがですね、はい、まあ、使えないというよりかはこの見えないところで動いてる、はいはい、なのでこの辺がちょっと丸々使わなくなっちゃう、そんな仕様になっております。そしてこの辺はエアコン、シートヒーターと、はい、シートヒーターもしっかりついてると、はい、ベンチレーションはついてないです。ついてないです、はい、でその代わりステアリングヒーターはついてると、はい、でこの辺がドリンクホルダーと、はい、で USB がついてて、でこの辺がちょっとこれ容量少なめですね、まあ、仕切りはありますけど、うん、はい、USB が2系統と HDMI がついてますけど、今回の場合はもう入力が切り替わっちゃってるんで、まあ、使わないようにそんな感じになります。なんかこっちも充電専用ですよね。充電専用でございます、はい、こんな感じになっております、はい、あとペダルレイアウトに関しては
そんなに違和感ないですけど、全体的に右に多少寄ってる気がします。気のせいですか？構造的には左？はい。なのか。まあスタンダードなものは多分左ですよね。少しこうなってる気はします、うんうん、ただ全然僕は違和感はないです。フットレストもかなり大きいの、うん、結構右ハンドルにするとフットレストちっちゃくなっちゃったりするじゃないですか、はい、うん、メルセデスなんか結構そうで、はい、左ハンドルだと左足こうベタッと置けるのに、右ハンドルだと急にこうフットレストちっちゃくなっちゃう車多いですけど、アルファの場合は意外にペダル類もしっかり使えるし、別に違和感はないです、うん、多少オフセットしてるかなっていう気はします。ただ全然問題なく、はい、でステアリングもよいしょ、調整の幅としては、まあ、一般的なものと変わらずなんで、まあ、この辺問題ないんじゃないでしょうか、はい、ただまあ、装備はね、いろいろ、はい、あ、そうですよね、装備が気になるところです、うん、はい、現代的な装備はなんとついてるということで、ついてます、はい、ACC とか、はいはい、あとはブラインド、ブラインドとか、はい、なんかもついてますし、安全装備はもうしっかり一通りついてます、ね、はい、一通りついてると。だからアルファだからちょっとそこもとんがっててないんですよということじゃなくないです、ないです、はい、ちゃんとついてると、はい、そして天井関係は通常の黒のファブリックで統一されてございます。ちょっとこのバイザーはちょっともう少し質感、ちょっとバイザーの質感に結構土うるさいよね、気になります、気になりません？全然気になんない。本当っすか、うん、バイザーフェチだよね。なんかこの辺アルカンターラとかちゃんとなってるのに、ここはビニールとかだとえって思っちゃう。そう、全然、はい、だからなんかアストンとか見るとうわさすがだなと思っちゃう。でもさ、やっぱり、はい、ここって一番日が当たるじゃない。いや、まあまあそうなんですけど、あ、まあそっか、日が当たるからあえてこういうなのかな。そのことないか、確かにそう言われてる。それはよく言い過ぎかな。でもここの質感の差がちょっと僕気になっちゃうんですよね、うん、はい、こんな感じです。そして今回のお車はドライブレコーダーが、はい、もう取り付けされているということで、前後ですね。あ、前後でついてるね、はい、前後ついてます。後ろもついてます、はい、あ、そして後ろ今カメラ回して思い出しましたけど、うん、リアの視界がちょっと狭いというか、うん、あんまりない。あ、これ乗ってみて、ミラーで見てもやっぱりあれですか、はい、ミラーで見るとこんな感じです、うん、だこの辺もなんかレバンテとかとちょっと似てるなっていう。あ、まあそうですね、はい、だ後ろの視認性は正直あんまり良くない気がします。でもこのサイズのこの車で視認性がいい車ってあんまなくないじゃん。いや、その中でも特にちょっとこう、うん、視界が狭い気がします、うん、でそうなってくると気になるのがバックカメラだと思うんですけれども、ちょっとかけてみたいと思います。こんな感じで、あ、これ両方映ってるんですね、この後ろでも。そう、両方映ってます、はい、こんな感じで、まあ、視界が狭い分はしっかりカバーできるんじゃないかなと。ただサラウンドビューとかはないですね。ついてるけど使えないんですよね。ついてないです。あ、ついてないですか。これミラーです。それミラー、ミラー、カメラはついてないです。サラウンドビューなんかはないんで、まあ、その辺はちょっと要注意という感じでございます。こんな感じですか。これちょっとマセイに似てますね、シフトがね、はい、ちょっとレバンテっぽいというか、うん、操作もちょっとレバンテっぽい感じがします。こんな感じです。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろも同様な感じで、あ、後ろはこのハーマンカードのロゴの入ったツイッターとかなんかロゴがないんですね。スピーカーにこうロゴが入ったりとか、ここ欲しかったですよね。そうですよね、せめてロゴをちょっと入れてほしかったなっていう、はい、前みたい。そして後ろをちょっと乗ってみましょうか。座面はやっぱり低い気がします。膝こうなりません？そんな感じしますか、はい、ちょっと低い気がします。その代わりここはフラットになる。フットレストがめっちゃ硬いなっていう。あ、そうなんですよ、びっくりしますよね、これ本当にこれ怪我するんじゃないかっていうぐらい なんて言えばいいんですか、本当にもう体育の時に使ったあのマットぐらい、マット、体育、はい、体育の時間に使ったマットぐらい硬い。これちょっと本当に怪我するんじゃないかってぐらい硬いですよね。前はそんな硬くないですよね。そう、ここだけつけた時に後ろの座席のヘッドレスト壁に頭つけてる感じですよね、はい、そんな感じですよね、うん、っていうかもう全体的に座面も背中も硬いです、クッションが、
後ろのホールドはあれですよね、ほぼないです。なんですか、レバンテもそうなんですけど、そう感じるんですけど、こうホールドしないピタッと来ないですよね。そうですね、うん、座面も背中もあまり立体感がないんで、うん、後ろのホールドは正直良くない気がします。そうですね、はい、なんかこう乗ってる感っていうか乗っかってる感みたいな、ね、ちょっとベンチみたいな、そう、そういう感じです、ね、そんな感じがします。そしてピアノアームレストはこんな感じで、もうドリンクホルダーがちょっとちっちゃめのがついてて、視界はね悪くないですけどね。そうですね、うん、で天井も割と高さはあります。だ窮屈さはないんですけど、もう少しちょっとホールドしてほしいなっていう気がします、うん、そう、レバンテの時、まあまあレバンテも出しちゃいますけど、やっぱここの腰のここの部分が、はい、わかります、ね、ちょっとしっくりこない、しっくりこないですね、はいはい。そして後ろの装備としてはエアコンの吹き出し、調整なんかは特についておらず、うん、はい、吹き出しと USB が2系統、うん、はい、割とシンプルな感じになります。リアちょっと本当に別にフォローするわけじゃないですけど、開放感はありますよ、この辺とか、うん、はい、サンルーフついてないのにかなり広く感じるし、うん、特にここ分かりますよ、ここ、うん、一段高くなってるじゃないですか、はい、だから後ろからのこの視界もすごくいいし、うん、あでもなんか座ってると時間経つと慣れてきますね。本当ですか、うん、なんかこの腰の音部分とかも別に最初座ったフィッティングがあれかなと思ったら、今ずっと座ってたら別にまあこれはこれで全然ありかなと。いい車ってスーッと別にポジション作んなくてもスーッとこう包んでくれるじゃないですか、はい、っていうよりかはまあ自分のポジションを探せば、はい、そこをフィットすれば大丈夫な感じ。はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、もうこの車の一番の肝と言っても過言じゃないと思うんですけど、これですよね、ここです、はい、ここでテンション上げてきます、ここで、はい、でこのエンジンがなんかフェラーリの V8 を V6 にちょっとリメイクしたというか、はい、そうですね、ぶった切った感じの、ぶった切った感じじゃないですか、はい、いや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 って言っても別のエンジンでしょうと思って僕いろいろ調べたんですけど、はいはい、結構本当にそうです、そうです、そうです、はい、そのまんまなんですよね、うん、本当にもう本当にここが一番テンション上がるところです。で結構エンジンってこういろんなところで車で共有化されてて、うん、いや何々のエンジンなんだよとかって言うじゃないですか、うん、多分マセのちょっと前のエンジンがフェラーリと同じエンジン積んでるんですよとかって、はい、それもちょっと語弊があって、はい、実はなんかクランクが全然違ったりとか、はい、マクラーレンのエンジンが日産のエンジンだとかっていう人もいるんですけど、はい、それも実は語弊があって、うん、じゃあ全然違うんですよ、はい、だから大元のなんか基本設計のところは一緒らしくって、はい、そこは別になってるらしいんですけど、はい、ただこれに関しては結構そのV8 を V6 にぶった切ってリメイクしたっていう表現が割と当てはまる、はい、当てはまりますね。排気量もなんかすごく絶妙な排気量なんですよ ね、 そうですね、はい、はい、だからもう本当になんて言ったんですかね、もうさっきから言っちゃいますけど好きなところだけにしか力を注いでないような感じですよね。だからまあ細かいねところはねちょっと、だ僕それもう一番最初にもういろいろ下調べて感じました、うんうん、バランスが悪い、そういい意味でこうバランスが悪いんですよ、うん、本当にだから本当とんがってる車なんですね。そうですね、はい、だからこう平均的にこういろいろ、そうです、皆さんどうですかこの車ってよりも、もうだから昔のベンツってなんかそんな感じじゃないですか、あ BM もそうですけど、こういうの作ったからどうですかっていう姿勢じゃないですか、ですね、今ってこんなのついてます、あんなのついてます、うんうんうん、こんなにいいんですよどうですかっていうよりかは、まあ、アルファってなんか作っちゃったけどどうですかみたいな感じません、まあ、確かにそういう感じ感じますよね、感じますよね、それは本当かどうか分かんないですけど完全に、はい、完全に個人的な見解ですけど、確かにそういう雰囲気を感じます、うん、なんかそういうところにはお金かけるところとかけないところの差がすごいあるのかなと思いますけどね。で馬力の方はちょっと内装でも触れましたけど、うん、なんとびっくり510馬力ということで、今510馬力出てるミドルサイズの SUV が GLC63 と、うんうん、あと X3M、 そうですね、はい、だってこれ作った時に入力かなんかに持ってったって最速ですよね当時、そうそうそう当時2016年から、はいはいはい、だからそれを GLC63 を抜いたのかどっちが先だったのかな、 GLC63 が 最強だったじゃないですか、その後ですよね、その後レコードじゃないですか、出したんですよね、当時はこれが最速だった、はい、最速ですね、はい、だから僕の中ではもう GLC ともう X3M がこう対決だと思ってたんですけど、うん、はい、まさかとんでもないところにもう一台もう一台来たって、はい、でこれエンジンだけじゃなくてなんか結構その下回りとか足回りなんかもすごいんですよね、はい、うん、ですね、だから普通の SUV じゃあんまりこういうのしないよねっていうのが採用されてるっていう、ね、はい、例えばプロペラシャフトなんかもカーボンのプロペラシャフトになってたりとか、うんうん、それやっちゃうんですかみたいなことになってる、うん、そういうところですよね。でもぜひ本当にもうね、あの今車紹介パッチしたじゃないですか、
もう早く乗ってもらいたいそこです、はい、うん、アルファ僕もちょっとそれは感じました。はい、はい、ちょっとじゃあもうなんか前はもうなんかね、前菜はちょっとあんまりメインの、はい、一番力を入れてるところを市場でちょっとこの後乗ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ちょっと普通のアルファ、これ十分普通じゃないんですけど、普通のアルファ初体験なんて。今日のメインディッシュですね。そうですね。ちょっと気合い入れてこんな感じかな。あまり気合い入れすぎちゃうとさ、なんか本当ですか、うん、ちょっとニュートラルでこう入ってもらった。そうですね。ちょっと純粋にど素人僕が感じたことをお伝えしたいと思います、はい、これまずいいですか、はい、あのクリープが早い、うん、クリープが早いこれはそう、あの早いっすよねこれ、うん、グーグーって進んでいません、うん、ああうわ、なんだろう、ちょっと違いますよこれは。乗ったことない感覚。また、ただね、ブレーキはアルファロメオって、はい、カックンブレーキなんですよね。あ、そしてうるさくありません？そうそう、多分 熱が早く来るのかな。効きがすごい早くないですか。早い、初期制動が結構ガクってきますね、うんうん、そういう特徴ですね。あるそしてこの作動音が、うん、でこれブレーキバイワイヤーって言って、その、うん、電子制御っていうかなんですよね、うん、ブレーキが、うん、油圧の配管でこう油圧かけてこう普通のブレーキじゃなくて、うん、1個そのユニットが入ってて、うん、その踏んだ油圧の信号を変換してやってるんですよね、うん、それの良さは、要はこの足で操作しきれない部分を、うん、サポートしてくれるってことですね。そうそうそう、機械がやってくれるっていう、うん、ただその機械がやるのと、うん、アクセルなんかもそうじゃないですか、うん、電子ロになってなんか、うんうん、ちょっと気持ち悪い感じが感じるっていう人もいましたけど、うんうん、今のところブレーキに関してはそんな違和感ないです、うん、間に1個ユニットが入ってる感はしないです、うんうん、僕それブレーキバイワイヤー壊れたらブレーキ効かなくなっちゃうのかなと思っていろいろ調べたんですけど、うん、もし万が一その電子制御のユニットが壊れた時は普通の油圧の経度に切り替えるようになってるらしいですね、うん、うわ、なんだろうこれ、すげえ、なんかもう本当に今までにない感覚、うん、まずですね、あの SUV じゃないですこれ。乗り味がですか。乗り味が硬いですね。硬い、硬いですね。硬いし、これ今でもノーマルですよ。ノーマルでこの硬さですかね。まだノーマル、まだノーマルでいいですよ。え、行きますいきなりもうレース行きます。いや、なんだろう、ちょっと待ってくださいね。なんて表現すればいいのかわからないです。まず、はい、ブレーキは効きが硬い。硬い。硬い。クリープが激しい。はい、激しい。で、足回り硬い。硬い。めっちゃ硬い。硬い。あ、うん、あ、でもこう足回り動かすと、うん、ちゃんと SUV の挙動があります。うん、うわ、ブレーキ効く。だブレーキの音もなんか昔の BM の音にしない感じ、こんな感じしません？ああ、確かに確かに。その聞くんだけど、ちょっとその音は、はい、まあ、機械的な音がする感じで、ね、作動音しますよね、うん、な
なんだろう、本当に足回りの構造なんですかね、うん、足回りのいわゆる普通の SUV の構造じゃないんですよね、うん、ちょっと、うん、え、SUV でこの構造使っちゃうのみたいな。そうですね、フロントがあれですよね、ダブルウィッシュボーン、はいはい、リアがマルチリンクに近い、うん、ちょっとその足回りのレイアウトらしいんですけど、うんうん、本来四駆だったらそういう使い方をしないですね。あんまりそういうのはないはずなんですよね、うんうん、これすっげーなのか、うわ、ですね、うん、僕みたいなその車素人がその発言正しいのか分かんないですけど、うん、あの全てが極端なんか荒削りな感じします、うん、サムネイルあれじゃないの、とんがった車って感じじゃないそうっすね、うん、これはちょっと本当にドイツ御三家と全く違う感覚しますね、うんうん、だからまあさっきも毎回何度も言っちゃいますけど、本当にとんがってますよね。そうですね、これすごいな、本当に今までにない感覚、うん、これでもアルファロメオ好きな人はめっちゃ好きっていうのがありますね、うんうんうん、そのね、やっぱり全てにおいてよりもこの乗り味どうですかっていう感じですよね。そうですね、もうなんか SUV だとこう多少乗り心地というかふわふわしてて、はいはい、っていうのがなんか当たり前な感じじゃないですか、うんうん、なんかもう車高が高い普通にセダンみたいな、うん、うわすっげえこれ乗り心地いいわとかっていう感じじゃないですよね。そうっすね、うん、乗り心地は硬いです。硬いですね、硬いさって。ちょっと回していいですか。この DNA っていうのが、うん、なんとかエフィシェンシーレース。レース長押し、レースはこっちから見えたから、はい、このいわゆる普通のモードでいうとこのスポーツ、はいはい、で長押しするとレースに変わる、はい、レース、はい、それで一回こっち行きます、はい、レースでこれがコンフォートですよね、普通の車でいうとこの、はい、足回りでしょうか、肩ノーマルでしょ、あれさっきノーマルでした、これついてなかったですか、はい、うわなんかウインカーもカッチャンって感じじゃないですね、うん、カチッっすね、カチッっていう、このウインカーの音嫌いじゃないよ、え、いいじゃないですか、やべえこれこれやべえちょっと待って、ちゃんとあの法定速度、はい、法令遵守でちょっと、うん、500馬力の片鱗をちょっと、これ今やばいよ、どうしましたよ今、うん、おやべえこれ、この車ちょっとやばいっすよ今、ちょっとグイって踏んで自分の踏んでる量と、これちょっとレースで走れないよ今、ね、これはやばいこれ今やばかったっすよね笑っちゃったよ、これちょっと高速だ、これ高速乗る車です。てか、いや僕ね、これ今回買い取りさせていただいてお客様のところからこれ乗らせていただきましたけど、一応まあね、テスト走行でやりましたけど、はい、こんなに踏まなかったよ今、びっくりした。いや今僕グイってちょっと先最初曲がった時踏んだじゃないですか、うんうんうん、あれ様子がおかしいなと思ったんですよわかります、なんかこう踏んだ感じとこの加速が合わない車、うんうんうん、はい、あ、だいたい合ってないんだ。合ってなかったです今。あ、え、それは何ですか。あれ、これもしかしてすげえ加速する車かなと思って、うんうん、今グイって床まで踏んでみたら、うんうん、普通になんかスーパーカーの挙動しました、うんうん、今。こうなりましたもん、2人で。笑っちゃったもんね、ちょっとね。これはちょっと高速っすね。じゃレースやっちゃう？もう。いやいや、レースは危ないからやめましょう。トラコンも音変わるよ、レースになる。マジっすか、トラコンモフなんじゃないですか、うん、本当だ。レースになってエンジン音変わるんだ。ちょっと待ってください。これさっきあのマフラーの時 やりましたよ。あの申し訳ないですけど、うん、これマフラーのともう SUV の音じゃないですもん。今レースですね。あのダメ、気をつけてダメですよ。全部トラクションコントロール ESC もオフになってる。オフになってるね。これ多分なんですけど、あ、でもあれか、50対50になるか大丈夫か。下手したらケツが出るとかそういうレベルじゃないか。うん、パドルのシフトのあのパドルはまだ触ってないです。触ってないですね。これはちょっとあの高速でもちょっと使い切れないじゃないですか、うん、ちょっと C63 でもこんな挙動しないっすよ。やばい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 、だって今半分も踏んでないっすもん、うん、だからあの
なんて言ったらいいかな、ベンツとか BM って、はい、ちょっと機械に守られてる感あるじゃないですか。ありますありますあります。シールなんかまさにそうじゃないですか。今これあのお前の腕だけだぞみたいな。これはちょっとこのジャジャン馬をお前使いこなせるかみたいな感じでね、アルファに言われてますよ。やべえ、これこんな極端なことします。びっくりしちゃったね。びっくりしましたね今、うん、ちょっと行くんじゃったね。少々危ない。そしたらもう普通に戻れますよね。いや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 、それでもだいぶ早いですよ。多分どんな人でもこれ乗って、うん、ある一定以上のアクセル踏み込めば、うん、あれこれ様子がおかしいなっていうのはすぐ感じ取れます、うん、ブーストがかかり出したあたりからちょっと、うん、あのまともな挙動じゃない、うん、車の動きしますよ。もちろんおかわりでしょ、もう一周。いやまだパドル使ってないですもん、うん、あもうパドルもうフェラーリとかマセのそれです、うん、パドルはあのハンドルとは連動しないですね、固定式の。そうですそうです、はい、コラムに固定のやつです、はい、まずこのパドルのだって剛性がすごいですもん、金属だし。だいたい SUV にこんなでかいパドルつけます？社外品だってないですよ、こんなでかいの。シフトスムーズに、ね、ああ、そうですね。本当にこれ、なんですかね。ああ、でも変速ショックは多少あります、うん、ただ変速スピードは結構速い部類だと思います、うん、多分なんか他のみたいにパン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 って上げてくれる感じじゃなくて、うんうん、ちゃんとその都度こう変速ショックがある感じがします。でびっくりしたのが本当にブレーキは作動音してうるさいですけど、うん、違和感がない、うん、もっと違和感あるもんだと思ってました、うん、僕だから言われないで渡されたらこれ多分、うん、あのブレーキバイワイヤーの車だと気づかないと思いますよ、うん、これ多分すげえ。これちょっとこれは乗った方がいいっすね。だメインディッシュですね、乗るのね。そうですね、むしろこれっすね、これですね。正直言っていいですか、うん、正直ちょっと内装とか、うん、まあ、外装は好みありますよ、うんうん、アルファ、うん、僕そんなにアルファの外装この特に、うん、あのちょっと、ね、特徴的なフロントはすげえかっこいいなと別に思わないんですよ、うんうん、はい、まあ、アルファロメオのこうらしくて良さはあると思うんですけど、万人受けする感じではないし、うん、ちょっと個性的すぎるなって感じはしてるんですよ、うんうん、僕の中で。で内装に関しては、うん、同価格帯の車でもっと内装いい車とか、うんうん、もっと装備がいい車とか、うんうん、もっと言えばこの辺のナビゲーションなんか普通に国内仕様で使えるやつとか いくらでもあるじゃないですか。だからちょっと価格的にどうなのかなと思ったんですけど、ちょっとこの走りだけでもこれ乗る価値ありますね。ね、新車で1200万ですからね。いやいや全然価値ありますよこれは。いやだからどこに重点を置くかですけど、車選びでやっぱりこの走りはちょっと他にないですね。ないですね。やっぱそこはやっぱりそこを突き詰めてるのがアルファロメオなんじゃないですか。だからいい意味でバランスが悪いんですよ。そう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 なんですよ、はい、そうなんですよね。すげえなこれ、うん、こんな SUV ないっすよ、うん、多分もう国産車から乗り換えの人だったらもうひっくり返っちゃうし、うん、63とか M から乗り換えの人でも多分ビビると思いますよこれ、うん、うわ何これって、うん、だから本当にいい意味でクスのある車ですよね。そうっすね。本当クスのある車ですよね。ちょレース行こう。これすげえ。いやマジびっくりっすよこれ。レースモード。あだってレースモードはマニュアルモードで使えて書いてあるじゃないですか。シフト。あこっちですか。本当に危ないですよこれ。でもさ今浦和店にジュリアがあるじゃない、はい、乗ってみたいと思うよね。乗ってみたい、ね、乗ってみたいです、うん、途端に興味が入ってきました、うん、危ない、本当に危ないこれ。危ないよ、危ない、本当危ない、うん、これでもやこれでもさ、はい、家族で乗っちゃダメなのこれね。そうですね。あ普通の時は乗っていいですけど、はい、これで家族乗ったらお父さん、お父さんダメよって免許なくなっちゃうよって。へえこれちょっとでも高速で一回ちょっと踏んでみたいな。一般道ではちょっとこの持て余しちゃいますね。
ちょっとこの加速感が途絶えるところまでちょっと確認してみたいですもん。どこまで行くのか。だからこの330キロも伊達じゃないですよ。本当に出ますね多分これ。いや330出るかどうか分かんないですけど、なんかこのパワーの出方からするともう200後半ぐらいまでは多分スムーズに加速しそうな気はします。だからまたさ、4シート全然違うよね。違いますね。とんがってるのは変わらないけど、はい、とんがり方が全然違うよね。まあまあもちろんね、帽子は違うけど。いやこれすげえ。まあでもこれ内装とか、ここら辺はね。そうですね。でもここがなんかこう癖がなかったら、多分アルファじゃないんですよ。うん、ここが癖がなかったらって。はい、なんかこうイタリアも言えばこう、うん、イタリア仕様のなんか、うんうんうん、無理やりなんかこう、うん、国内仕様にしてるじゃないですか、うんうんうん、はい、それじゃなかったらこうやっぱりこうメーカーがやりたいように、うん、はい、最近ないですもんね、うん、そういう車。そう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 、はい、いい意味でやっぱりこう市場調査してみんなが欲しいものを作ってる感じするじゃないですか。国産車なんかまさにそうな感じで。ちょうど今ゲレンデが隣止まってますけど、うん、ゲレンデもそうじゃないですか、そんな感じしません？まあね、うん、うん、だって1000万円出してあのパシャンっていう閉まるドアですよ、うん、変わんないじゃないですか、うん、でやっぱりなんかメーカーがこだわって作ってるものは魅力ありますよ、うんうん、魅力あるよね。あります、うん、でそれ好き嫌いははっきり分かれちゃうから、うんうん、それが商売になるかならないかまた別だし、うんうんうん、やっぱり商売にならないとメーカーとしては存続できないですけど、うん、でも本当に実際乗ってみて触ってみてっていうのでね、分かるよね、食わず嫌いだったでしょ、ね、これは完全に食わず嫌いでした、うん、いやどっかちょっとこう構えちゃうんですよね、アルファロメオって聞くと、いやイタリアでしょみたいな、うん、そんなに走ってもないじゃんみたいな、うんうん、やっぱりでもその敷居はある意味高いと思いますよ。ああ、うん、そうですね、うん、だってすれ違ったことありますか？たまにすれ違いますよ、うん、あんまないね。でうちあれですよ、あの同じ部署で働いてる僕はアルファの持ってますよ、うんうん、いやアルファ自体はなあるじゃないいっぱい、はい、このステルビューだとか、ステルビューはあんまりすれ違いですね、うん、でもこれ今回も、まあ、さっき言いました買い取りさせてもらって、はいはい、だから 4C の動画を見て、はい、あれボンドさんアルファを買ってくれんですかって言ってきてもらったんです。あ、そうなんですか。そうなんです、そうなんです。ありがたいですね。ありがたいんですよ。ありがたいです。いやもうぜひあの買わせてくださいって言って、お車何ですかってステルビオで、え、ステルビオですかっつって。しかもクアドリフォル。そうそうそう。とんでもないお車が来てしまったなっていう。すげえこれ、うん。で、アルファつながりでね。いやいや本当ありがたいですね。うん、でもちろんね、ワンオーナーで距離も少ないお車で、新車で買うよりかは全然お買い得に買えるんで。いやそうですよね、はい、いやこれびっくり、過去を一番ちょっと衝撃を受けたかもしれないです。ああ自分の腕が試される車。そうですね、こんな車本当にない。ああ昔の古き良きっていう言葉がなんか、ああそうかもしれないですね。ある車最近もうどんどんそういう感じないですもんね、うんうんうん、なんかこう過激なのもこう演出なのが多いじゃないですか、うんうんね、スピーカーで音出してみたりとかね、悪くはないんですけどね、はい、うん、いやこれはびっくりしました、うん、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。これ本当すごいっすね。すごい、いやでもここまですごいと思わなかった。でもこうなりましたよね、2人でこう。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナよりアルファロメオステルビオクワドリフォリオをご紹介させていただきました。はい、ボンドカーズアリーナでは全国皆様からの買取、募集中でございます。 LINE、メールより、お問い合わせいただければと思います。はい、そして僕の方からもお知らせよろしいでしょうか。はい、ボンドグループではただいま一緒に働ける仲間を募集しております。詳しくはボンドグループホームページのリクルート欄から、ご応募ください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。